マサチャンネル始まりました。今日は夏かね。今日まだ5月のね16日でね、35度だよ。35度なんですか？35度だよ。今日真夏だよこれ。みんな水着の準備はできてるの？この野郎どもね、うん、君たちまだできてないでしょ。準備が体絞っていかないとと思って、ね、でもまあそういう俺もね、ここからさらに一段と絞りをちょっと加速をさせていきたいなと思ってるんだけど、それにぴったりなジムがねそこにあるのよ。うん、なんかちょっとね変わったトレーニングをするらしいんだよね。なのでちょっとそのトレーニングを受けに行ってみましょう。はい、ニュースでこんなアメリカからまた新たなジムが上陸したみたいなね、そんな記事を読んだんで、これはちょっと行かないわけにはね、行かないでしょ。ここですよ。ここおお、オレンジセオリー、フィットネス。Welcome to オレンジセオリー。ゲスト、マサト、エリ、アヤコ、サンキュー。マサト、これ予約したんですか？予約した。アポなしで断られるとかっこ悪いでしょ。ちょっととかやったらちょっとかっこ悪いでしょ。じゃあ行ってみましょう。はい、ね。おお、なんかおしゃれな感じだね。全部オレンジなんだね。自転車もオレンジなんだね。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。リラックスのマサトです。はい、お待ちしておりました。コーチのミエです。今日は1時間クラス担当します。コーチです。あ、よろしくお願いします。僕全然どんなことやるか分かってないんですけど。はい、オレンジセオリーはアメリカで生まれたジムになっていて、今世界ですごく人気なジムで、23カ国、1500スタジオあります。1500スタジオ？はい。すごいね。どんなことやるんですか？はい、トレーニング内容としては60分で完結します。60分？メンバーさんいい笑顔。今見えているトレッドミル、有酸素運動ができたりとか、あとはオレンジセオリーにしかないそこのローワーっていうウォーターローワーのマシンと、あとそうです、はいはい、ご存知ですか、はい、お水が入ってるのがオレンジセオリーだけなんですが、あとは奥にちょっと見えないですが、筋力トレーニングをするウェイトエリアがあって、総合的に運動することができます。じゃあ細かいことはちょっと着替えてから聞いてみようかね。さあ、いいね、やりますかね。え、もうお結構いますね。あ、こんにちは、よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。さあ、今からいろいろマシンの説明をさせていただきます。はい、はい、最初にハートレートセンサーというものをつけるんですけど、はい、ハートレート装着させていただいてもいいですか？これよく選手の頃僕つけてましたよ。心拍計をつけていつも走ってましたね。電源入れます。そうするとこちらのスクリーン、はい、僕の心拍出るんですか？出ます。ちょっと女性が多いんで高めかもしれません。今66ですね。あ、普通だった。はい。詳しい説明をしていきます。はい、ただこちらに、はい、お願いします。なかなか天井が広くていいですね。そうです。天井が広くてオレンジのライト。全部オレンジなんだ。ただまず最初にトレッドミル、ランニングマシンからの説明をさせていただくんですが、トレッドミル多いね。12台。12台。はい。心拍をどのくらいに持っていくか。一応色が変わるんですが、今はグレーの状態になっている。カラーが暖色になればなるほど燃えて心拍数が高い状態になっています。カラーがグレー、ブルー、グリーン、オレンジ、レッドの5段階になっているんですが、普段体験の方はグリーンゾーンを目指していただくんですが、せっかくなのでマサトさん、オレンジゾーン以上を目指していきましょう。オレンジゾーンは心拍のいくつですか？が人によって違うので、パーセンテージでお伝えすると84% 以上。84%。ただその後にしっかりグリーンというリカバリーのゾーンに戻していただくのもとても重要なポイントになっているので戻していただきたいです。で、合計がオレンジゾーン以上が12分以上、それをスプラットポイントって呼んでるんですが、12ポイント以上獲得するとアフターワンの運動後の脂肪燃焼効果が最大36時間。寝てる間燃えちゃうってことで。そうです、燃えちゃいます。辛そうだなこれ。
なんか俺競技出た出る予定あったっけ？ないよね。今んとこないですよね。ないよね。アクアスロン以来じゃない？去年10月でしょあれ、はい。半年くらいやってないよあんま審判が挙げること。まあ一人じゃないからね。今日仲間いっぱいいるから。はい、見ますか。はい。だいぶ違う感じだね。みんなでやるっていうこの感じ。これなんかこう今時だね。オッケー、ロボチーム。まず目の前の大きなスクリーンを見ていきましょう。ここでは色をグリーンまで変えていきたいです。いいぞ、まだまだ。丸真ん中のパーセンテージ 71% 以上まで上げていきましょう。67、67、68。今日はローマチーム、今のローマは二度回りとして使っていくので、よし来たよ。グリーンまで上げて、グリーンのその時のカット表を覚えておきましょう。どのぐらいね。あ、70% ね。すべての種目で3中ラウンドを行っていきます。まずバッティングでお尻を切りとこのラウンドを使います。まずはモニターを見て、ちょっと予習をしてお待ちください。結構休む時間あるんだね。確かに。ね。でも1時間やるからね。まあ、ずっと動けないので、ほら、さすがアスリートだから戻るの早く。みんなそんなもんか。みんなそんな。来た。30秒。76まで上がってるよ、はい、ちょうどいいんじゃん、ほらもうすぐ俺80いくよ。お疲れ様でした。今日は短くて今は皆さん誰も持ってしまうか。心拍 80% ぐらい上がってるわけね。最大心拍の 80% ってことでしょ。これ脂肪燃焼ポイントなんじゃないの。 80% さあ、それぞれ休暇からお名前をタップしてオレンジの5を押しましょう。さあ、緑色ベルトが動きます。軽く息が弾むような感覚で歩く、または走ってお待ちください。気持ち上げていいですか。では、ボスさん、リュックのタイミングで30秒きついことをしていきます、はい、上げられそうで、ちょっとオレンジ入るかな、 84% 入るかなぐらいまでスピードを上げてみてください。14くらい、14くらいいく、14、はい、14キロ。さあ、30秒のプレス、もう一度心拍数を上げます。もうちょっと上げないとダメですね。パワーボカ傾斜 8% 以上。パワーボカ20までいかないとダメじゃない。ちょっとじんわり汗かいてきたね。ちょっとじんわり汗かいてきたね。オールアウト。次30秒上げましょう。30秒、今までの中で一番速いスピード。オッケー、3、2、1、パワーボカ。もう一番20だよ、マックスだよ。どこだ、ちょっと足取って、足めっちゃ速かった。めっちゃ速かった。3、2、1、オッケー、大きく横に歩きましょう。魂はお疲れ様でした。もう80まで行ったね。もう一度行ったね。オッケー、ブルブル、ナイスロー。今脂肪が燃えたわけね。3、2、1、赤いままでベルトをストップしましょう。それではトレックルチームをフロアに移動しましょう。ではフロアチームいきます。ここでは14分間動いていきます。14分。なるほど。さっきの今日スーパーセットと言ってスーパーセットトレーニングを使っていきますね。じゃあ16キロぐらいでは、トレックルチームを今からオープンランチで石川の上部側の 8.6 キロ。右両腕片腕ずつ8回転。3、2、1、ゴー。
さん余裕そうなのでちょっといいですか。はい。少し手の位置の重心を前に出すとよりコアに引くので手がここの位置のままそうですね肩の真下に手がここの大丈夫です。重心を少し前に出す。そのままでしょう。めっちゃお腹に入りやすくなります。はい。さすがです。めちゃめちゃ綺麗です。じんわりとね、めちゃくちゃきついってわけじゃないんだけど、じんわり、これが脂肪燃焼ゾーンなんですよ。こう心拍で脂肪燃焼ゾーンをね、ターゲットにしているっていう。はい、今ちょうどいいゾーンにいます。 71% でフリーなので、はい、もうトレッドミルですごく上がるので、フローはいい塩梅ですね。なるほど。それでは行きましょう。ブローチームいく。僕みたいな人もそうだけど、一般の人とかね、こうあんまり運動経験がない人でも、こう自分の心拍に合わせて無理なくやれるってこと、そういう感じなんです。今から 1.6 キロ走っていきます。 1.6 キロ1マイル。なるべくベストタイムで走れるように走っていきましょう。ベストタイムまで追い込む。さあ、3分のタイミングで、レッツゴー。あとここはもう自分との勝負だね。 1.6 になるまで進めていきましょう。最近早く走ってないからきついね。テントは向こう同じでもいいし上げてもいいし、このペースきつい。上がってます。速い。ちょっと負けてらんないな。新さん20です。 20か。92ですよ。レッドゾーン入ってた。さあ、ちょっと早い。結構やばいでしょ。オッケー。ランカー、ワンクッサンチですよ。オッケー、ナイスワンです。さあ、今のそう、記録残しておくので、ここに、おとつさんのお名前と、今の6分35秒を書いていただいたみたいな。まだやる。はい、ノーワンに行きましょう。今からランローって言って、ランとロー交互に繰り返します。これがローですね。ローは150超えていきます。結構今心拍が上がってる。あ、でもやっぱ心拍数下がるの早いです。心臓が強いと下がるの早いと思います。さっき97だったらもう67っすよ。すごいですね。まあこれが俺の強さの秘密なんだよね。ラウンド感で戻るっていうね。めちゃめちゃいい感じなので、このワットをグッて上がるように力強くことです。そうです、そうです、そうです。めっちゃ強く、もっとナイス、ナイス、これでいきましょう。はい、グワイグル、ナイス、150までです。ナイス、ポッション、OK。 親芝燃えるよ。さあ、上から2段目、0.1 秒まで走りましょう。よし、オレンジ入った。また行く。オッケー、ナイス。さあ、残り1分半です。150。いやぁ、もうちょっとだろ。オッケー、そしたらまたラン。ラン行きましょう。また行く。アギチーム残り30秒。それでは次は青からのクリック傾斜は一番手で歩きましょう。3、2、1。オッケー、リカバリーです。歩きましょう。リカバリー、お疲れ様でした。それでは入れる方からダイナミックストレッチに入っていきましょう。でもみんな500キロから1000キロカロリーくらいの間で
ね、個人差はあってもね、燃えてるね。結構ね、俺が730キロぐらいだからね、1時間で。1時間でそれくらい燃えるね。さあ、今日皆さんは大会分 1.5 キロ走って、まだ 0.8 キロ歩くことができました。いい記録は出ましたか？はい、終わった後にアプリで今日の記録をチェックすることができるので、ぜひアプリで記録をチェックしてみてください。では、お話をお伝えしていきます。3、2、1、オーケー！ありがとうございました。みんな、明日は終了です。では、もう、下の方からお願いします。どうでした？なかなか楽しかったね。すごい疲れてるって感じですね。そう、めちゃくちゃハー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 言うわけじゃないけど、だからあのオレンジが 70%、80% でしょ。で、まあみんなでやるから楽しく脂肪を燃やせるってことなんじゃない。夏に向けていいんじゃない。俺の脂肪も燃えたんじゃないの。燃えたでしょ。久しぶりに見たいでしょ。このコーナーですね。俺の脂肪燃えてるはずだよ。おー、かなり燃えたんじゃないね。左肩のここ肩の血管、これ前なかった気がするんですけど、ね、なかったでしょ、はい、あとこう僧帽筋、血管が出てるってことはあの脂肪がない証拠だから。僧帽筋デッドリフトやってっから。デッドリフト見たでしょ。俺の200キロデッドリフト、あの例のワルさんとの、そう、もうちょいいけるね。ありがとうございました。ありがとうございました。やりきりました、はい、思ったほどそんなにきつくなく、ね、ただこうただじんわり汗かいてきて。何が一番楽しかったですか。何が一番楽しかった、何でしょう。なんかみんなとの一体感、グループですか、ね、グループ感が。あまり僕グループでトレーニングすることないんで。あ、そうですね、こうちょっと新鮮で楽しいですよね。楽しかったですか、はい、よかったです、はい、ありがとうございます。でもこれであれなんですね、もう僕750キロカロリーぐらい消費しましたね。そうです。個人差とか人によって体の大きさとか筋肉量が変わってはくるんですけど、うん、最大だと一応1000キロカロリーくらい消費するプログラムになっています。どうでしょう、僕も隣で走ってましたよね。あ、そうです、隣で走らせていただいてみました。みんなで和気あいあいやる感じなので無理なく続けられてるというか、あと自分のペースに合わせて運動量を変えられるところもすごい続けやすいなっていうふうに思いながら。オレンジの心拍数っていうのが脂肪燃焼ゾーンの心拍ですよね。そうです、オレンジ以上を一応12ポイント以上今日正人さん取れてますね、はい、ので36時間アフターワンがこれから続きます、うん、なるほど、この後脂肪燃焼続くわけですね。燃え続けてます。寝てる間も今も。渋谷にいいじゃん。俺より渋谷じゃないか。いや僕もちょっとそんなきつくない。俺のトレーニングはさ、きつくて痩せるトレーニングじゃん俺は。はい、こうきつくないよ、楽しいよ。変えます。やりましょう。僕の結果、はい、結果がアプリに届いています、はい、こちらですね。一応これ心拍数とかが見れて、はい、今日色がたくさん変わったと思うんですけど、うん、こんな感じでグレーがこのぐらいの心拍数だよ、ブルーがこのぐらいのよ、こんな感じで見ることができます、うん、あとは実際にもう今日やったものが出ていて、こちらですね、消費カロリーと平均の心拍数とか見ることができます。今日頑張った 1.6 キロのランもここに入っていて、今日の記録ですね、こちらに入っています。これも不定期開催なので前のものとベストを見ることができます。なるほど、前より早く走れたかどうかっていうことですね。そうです、ぜひお二人で来てください、お二人で、はい、行きましょう、マサさん、ぜひぜひアプリだけでということでね、あのまだね、皆さんの最後にですね、特別な特典があるみたいなのでね、概要欄のリンクをですねチェックしてみてください。また皆さん、あのね、楽しく運動して元気に綺麗になりましょう。さよなら。